の新型 CBR1000RR でワインディングを走り始めました。まず高速道路上を走った時の補足ですが、これだけ前傾度がきついバイクだと多少なりとも例えば上半身背中などが疲れてくるということがあるわけですが、なぜか疲れていないんですよね。でおそらくこれに関しては電子制御スロットルによって、例えばスロットルを開け閉めしてもライダーの体が不用意にむやみに揺すられるということがないということとか、あと実はですねシートの出来がとてもいいんですね。前後にライディングポジションがかなり自由度がある上に、例えば身長のあるライダーがシートストッパーにお尻が当たるまで腰を引くと、その部分にわずかですがフラットなところがあって、ちょうどそこにライダーの着座面お尻がすっぽりと収まるようになっているんですね。例えばこの位置に座っていて強くブレーキをかけたとしても、ライダーの着座面が前に滑ってしまうということがないんですね。今回のこの CBR1000RR は電子制御満載で装備が充実しているというのが大きな特徴ですが、そういった電子制御などとはあまり関係のない細かな部分までもちゃんと作り込まれている、このあたりが実に素晴らしいところだなと感じました。それでは早速ワインディングでの乗り味ですが、こうしてですねワインディングをツーリングペースで走っている分には、とてもピークパワー192馬力を発揮するエンジンとは思えないぐらい、それぐらいとてもフレンドリーというかジェントルなエンジンですね。私なんかはどちらかというとこういったスーパースポーツあまり得意な方ではないんですが、こんな私でもこのエンジンであればなんとかなるんじゃないのかなと思わせるぐらい、それぐらいですねこのエンジンとても扱いやすいエンジンになっています。それとですね、これに関してはこのバイクの重要な評価軸とは言えませんが、このエンジン実はですね、乗っていると結構味わい深いというか、なんて言いますかね、回っているその感触がガサゴソとライダーに伝わってくるんですね。直列4気筒エンジンというのは味としてはどうしてもこう没個性というか、そのエンジンの回っている感触というのはあまり楽しくないと思うんですが、この新型のエンジンに関して言うと、そういったですね、ちょっとしたバイブレーションがライダーにもよく伝わってきて、スロットルを思わず開け閉めしたくなるような、そういったキャラクターの持ち主ですね。そして何といってもスーパースポーツですから、このエンジン最大の魅力はパワーでしょうね。このモデルからピークパワー192馬力ということで、それこそスロットルをちょっと開ければ遥か前方にワープするかのようなものすごい加速が味わえるわけですが、そういったパワー、トルク一辺倒というわけではなく、どこまでも扱いやすいコントロール性が同居している、これがこのエンジン最大の魅力だと思います。そしてですね、このモデルには5種類の走行モードが搭載されているという話をしましたが、実はですね、今日の撮影に先立って、ユーザー1には全ての項目において、最もスポーツ走行に適したセッティングをメモリーしてきました。一方ユーザー2ですが、こちらはですね、各項目すべての項目において最も穏やかなツーリング向けのセッティングをメモリーしてきています。実は今までですね、最もスポーティーなセッティングを入れてきたユーザー1で走ってきたんですが、せっかくですからその振り幅の大きさを体験するためにユーザー2にモードを変更してみたいと思います。はい、今ユーザー2に切り替えました。ユーザー2においてもやはりエンジンはかなりビビッドというかですね、十分に速くてパワフルという感じがします。違いとして感じられるのはやはりスロットルレスポンスが穏やかになったということが少しわかりますね。そうですね、エンジンブレーキに関しても若干ですがバックトルクがやや強くかかるようになったかなという印象ですね。はい、そしてスマート EC システムを搭載したオーリンズの最新の電子制御サスペンションですが、
今マニュアルで元も前後のサスペンションがしなやかな状態で走っています。この状態でも先代モデルよりは前後の足回りはやや固めなのかなという気がしますね。このモデルが搭載しているのは、まあ、いわゆるセミアクティブサスペンションと言われるものだと思いますが、このようにですね、マニュアルで固定モードで走ってみるとその前後サスペンションの上質さというのがよくわかりますね。その電子制御以前にサスペンションの基本構造が優れている、まあ、いかにもオーリンズらしいなという部分ですね。次に前後ブレーキですが、私もこのブレーキの外観を見たとき、まあ、いかにも効きそうだなということで、最初はですね、恐る恐るブレーキをかけてみたわけですが、明確な意思を持ってブレーキレバーを握らない限りはかなり穏やかな制動力の立ち上がりという感じで、例えば唐突に制動力が立ち上がったり、ライダーがイメージしていないような強いブレーキングになってしまったり、そういうことが一切ないんですね。その一方でいざとなればそれこそ指一本で車体が前転しそうになるほど、それぐらい強烈なブレーキングも可能ということで、このフロントブレーキに関してはそうですね、ここ最近私が乗ったバイクの中では最もコントローラブルな1台と言ってもいいと思います。一方リアブレーキに関してですが、確か発表試乗会の時は制動力という意味ではあまり期待できないというコメントをしていましたが、こういったですね、完全なドライな状況でこのリアブレーキを思い切り踏んでみると、これはこれで実用的な制動力はやはり備わっているなというふうに印象が変わりましたね。ただですね、このリアブレーキの良さというのはですね、やはりこのコントロール性の高さだと思います。まあ、こういったスーパースポーツにおいてはリアブレーキというのは、まあ、どちらかというと制動というよりはその車体の安定性を増したり、もしくはリアサスペンションの動きを抑えたり、さらにはエンジンの駆動力を調整したり、まあ、そういった意味合いが強いのだと思いますが、そういった面でもですね、この CBR1000RR のリアブレーキはとても良いと思います。ちなみにですね、この前後ブレーキには最新式の電子制御式の ABS が標準装備となっています。 IMU イナーシャルメジャメントユニットという慣性センサーですね、慣性を感知するセンサーが搭載されていて、そこから送られてくるデータをもとに ABS を制御しているということなんですが、まあ、それによってですね、まあ、例えばコーナーリング中でも、まあ、ABS が作動するような事態に陥った時には車体の安定性を確保する、そういった機能も備わっているそうです。はい、それでは次にエンジンのパワー、扱いやすさとともに、このバイクの最も重要なポイントだと思いますが、車体の挙動はハンドリングについてですが、まず全体的な印象としてはやはりとても軽いですね。これに関しても高速道路で言った通り、やはり車体の一番上についている燃料タンクが軽量化されているというのはハンドリングにかなり大きく影響しているのではないかと思います。こういったですね、加速しながら多少スラロームしても車体が本当に軽くレスポンスしてくれるという感じで、まあ、例えばですね、コーナーリング中に何らかの事情でラインを変更しなきゃいけなくなったような時、多少入力してやるだけでそういったコーナーリングラインの変更などを何事もなかったかのように受け付けてくれるという感じで、このあたりは何があるかわからない行動ではとても頼もしいハンドリングだと思います。こういった軽量化というのはですね、チタン製の燃料タンクのみならず車体全体に及んでいるということが、こういったワインディングでのそのハンドリングの軽さ、挙動のシャープさ、そういった部分に十分に表現されていると思います。まあ、ただですね、そういったシャープなコーナーリング、スポーティーなキャラクターというのが、まあ、ライダーに対してあまり恐怖感を与えないというのも、これもまたこの CBR の意外な一面というか、まあ、オーナーの方はご存知かとは思いますけれども、まあ、常にですね、ライダーのこう気持ちに寄り添いながらコーナーリングしていくような、シャープでスポーティーでありながら従順であるというのがこのバイクの最大の特徴ではないかと思います。そんな話をしていたら思い出したのですが、確かこのモデルの発表試乗会に参加した時にホンダの開発陣はこの CBR1000RR はあくまでも公道走行を前提にそのトータルのコントロール性の高さ、それを追求していくんだというような話をしていましたが、このようにですね、1日このモデルを試乗していて思い返してみると、まさにそういった開発目標が具現化されたモデル、それが今回のこの新型 CBR1000RR であったなというふうに感じました。最後にですね、このモデルのやや気になる点を少しご紹介しておきたいと思います。
まあ、個人的な印象としては、もう少しですね、このミラーというか鏡面の可動範囲が欲しいなというのが正直なところですね。私がですね、このミラーを適正な位置に調整すると、ミラーの面積にして3分の1から半分ぐらいが、まあ、肘で隠されてしまうんですね、後方の景色が。こういったモデルは何かとバックミラーのお世話になることも多いので、もうわずかにですね、ミラーのステイを長くするか、もしくはミラーの可動範囲を広げればよかったのではないかと思います。それともう一点、シングルシート仕様になっているんですが、そのシングルシートカバーを外したところが、まあ、若干の小物入れになっているんですが、ここはですね、書類と車載工具を入れてしまうとほぼいっぱいという感じで、 ETC の車載機がギリギリ入るか入らないか、それぐらいの容量ではないかと思います。これに関してはまあ致し方ないという部分もあるんですが、もうわずかに容量があれば使い勝手が良かったのではないかと思います。でこれは余談になりますが、先ほどこのワインディングを走る前にホンダの方と電話で話をしていたんですが、このモデル発売されたばかりということなんですが、受注はとても好調だということです。そしてですね、私はまあ価格が価格なだけに、この SP よりはスタンダードモデルの方が売れるのではないかと思ったんですが、先ほど伺ったところではなんとこの SP の方が売れているということなんですよね。で先代モデルに関しては基本設計が登場してから幾分年月を経ていたということで、おそらくですね、かなり多くの方が最新型はまだかまだかと待っていたのではないかと思います。でこの CBR1000RR というモデルは、例えば JSB1000 や鈴鹿8時間耐久ロードレースなど、そういった競技レースの世界でも活躍するモデルであるわけですが、その一方でホンダ開発陣が言っていた通り、あくまでも公道走行を楽しむためのスーパースポーツであるという、そういったコンセプトを持っているわけで、そういったこのモデルのですね、生い立ちというか成り立ち、それがですね、多くのファンを引きつけているのではないかと思います。